エドモンのホンダのタックルだったわ。おお、おお、すごいすごいすごい。どうも、ピーチスと申します。ようこそ。検索してはいけない言葉をみんなで検索しようぜという動画へ。さあ、まずはリクエストいただいた言葉の中からこちらのワードをご覧ください。児童図書館から回収された教育ビデオ。どうして回収されちゃったんでしょうか。いきます。はい。呪いの教育ビデオ。それではニコニコ動画で児童図書館から回収された呪いの教育ビデオという動画、ちょっと再生してみたいと思います。いきます。3、2、1。はい。あ、プレイ。ビデオを入れた時ですね。ふわふわ、うふわふわちゃん、ふわふわうさぎちゃん。文字がちょっと歪んでおりますが、うん、あ、ちゃんとに言ってるんだ。ふわふわうさぎちゃんってなんかスローになっておりますが、うわ、え、何これ、バン来るでしょ、バン来るでしょ。すいません、私うるさいタイプです。え、今一瞬、え、ちょっとビデオのその乱れみたいのやめて。うん、もうふわふわうさぎちゃんのことは分かりました。はい。あ、ケーキを作るの。うん、何大好き。うん、え、きちょっと待って、ちょっと、きあ、あ、あ、うん、ケーキ作るの。うん、今日はケーキを作ろう、な。何？どんなケーキを作ろうかな。おお、カシラ、はい、カシラでした。ちょっとお上品なウサギさんです。ん？何？作ろう。うん、うん、何作ろう？作ろう、何作ろう？はい。あ、いちごの？うん。ショートケーキ。これ絶対違うよ。ちょっと違うよ。あー、待って、映像やめて。あ、うわ、これ7分ある。まだ3分しか終わってない。ちょっとマジか。作ろう。うん、いちごの、いや、あ、ちょっと待って、ノイズがなくなった。じゃ、ノイズ戻ってきて。あ、カラーバー。何？あ、彼女は、え、何この、え、かまいたちの、なんとか、え、これ何？あ、目か？いや、ちょっと、大丈夫、ビデオデッキが、あ、これなんか映るやつです。いや、でも、あ、やめて、あ、やめて、その、あーみたいの、あ、リンゴ？来るよ、来る。リンゴのケーキ？ケーキ？怖い。すいません。今4分です。8分中の4分です。半分です、皆さん。8分にして、ウサギちゃんの頭が歪んでしまいました。いや、怖い。これ絶対なんか映るよ。
今のところ音声的なものが多いですが。来るよ。ケーキ。あ、ちょっと落ち着こう。ちょっと落ち着こうか。あ、うわちょい周りのケーキをこうね、作ったケーキでお茶会開いたんでしょうが、周りバケモンじゃねえか。なんだこれ、バケモンで上書きされてるぞ。なにこの黒いの。うん、あ、お友達の誕生日。うん、お祝い、違う、おいしい、うん、ケーキ。うん、なにこのゆっくりなの、これなんなの、このすごいすごい時間が、もう精神と時の間だわこれ。おいしいケーキでお祝いしよう。うん、お上品なんだな、そのしましょうとか何作ろうかしらとか。うわ、それは絶対なんか違う。今ちょっと一瞬映んなかった左の方。うわ、何のケーキだこれ、何のケーキですか。リンゴ、さっきのもぐもぐしてますね。来るか来るか。あ、また言う、首がちょん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 ちょこりんこんきんなっちゃったわ。あ、うん、あ、何何、お、あ、おいしい、クリーム。なに、なんか来る、なんか来る、なんか来てる、なんか来てる、なんか映ってる、なんか映ってる、なに、金髪の、ちょっと、ちょっと、なになになに、音が、ちょ、あ、来た。あ、意外と、なんかこう、意外と大丈夫な絵でした。そっか。いやでもまだあと30秒ありますよ。あと30秒ある。気が抜けない。来る。来るか。あ、ノイズがなくなってきたように見せかけて、来るんじゃないの。あ、来ないんかい。それでは本日もランダムにワードを見ていきましょう。いきます。3、2、1、ドン。思いっきりドン。放送事故。思いっきりドン。昔お昼かなんかに放送されていた番組ですよね。それの放送事故、ちょっと見てみましょう。はい。ん？動画がある。それではニコニコ動画で放送事故思いっきりドンという動画再生してみましょう。いきます。 3、2、1、 キュッ。地上デジタル、アナログ版とあんのかな。うん、あ、ヒデちゃんがいてね、お昼の感じでいい感じじゃないですか。あ、大西ライオンさんドンと、あ、なんかカクついてる、カクついてるよ。え、なんかすごい点打てそう、いっぱいてん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 って。あ、あ、ピザーラ、あー美味しそう。あー、アナログ。イエーイ。違うの？アナログとデジタルで。思い切りドン！あ、ちょっと動きが確かに違う。ちょっと待って。何これ。大丈夫これ見てて。大丈夫これ、なんかちょっと赤いの出てる、赤いの。ピザ？
でピザーラの文字が出ちゃった。思いっきりドンは日本テレビ、そしてその後にやっていた番組、今もやっているんですが、情報ライブミヤネ屋という番組、こちらが読売テレビの制作なんです。で噂によると日本テレビから読売テレビにバトンタッチをするのがちょっとうまくいかなくて、先ほどのような放送事故が起こってしまったのではないかとのことでした。続いてのワードいきましょう。3、2、1、ドン。あのバーバスヘノサイディ、アーノ・バーバス・ヘノシール、これどう読むんだか、どういう意味なんだかも分かりませんが、検索してみましょう。いきます。はい。あ、アーノ・バーバス・ヘノシールオリジナル、ちょっと再生してみましょう。いきます。3、2、1。はい。何？1分35秒ずっとこう？あ、何？怖い、怖いよ。可愛くさせてーや。心臓がどうかしちゃう。私の心臓が、やめてくれ。何？どうしたの？増えてる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 。もういいって。もういいんだよ。もうなんなのこれ本当に。何？え？これもう何も来んない？もうこれ以上は。すごい長い。すごい長いよ。今何分？もうすぐ終わり。もう、続いてのワードいきましょう。3、2、1、ドン！テイエヌシアター。テイエヌシアター、なんかの動画でしょうか。いきましょう。はい。テイエヌは日本のクレイアニメーション作家。さあ、テイエヌさんの代表作にチェインソーメイドという作品がございます。今回はそれを再生してみましょう。いきます。3、2、1、ドン。あら、女の子テディベア持ってますよ。メイドさんだ。これがチェインソーメイドかな。オレンジジュースメイドじゃないの。さあ、窓の外には検索してもいいですね。してもいいですね。鳥がほら可愛いねって。 Strange Seas、 謎の奇病。うんうん、これがあの女の子のお父様かな。どうした？え、どうしたの？あ、まさかそんな、いけません、いけません。それはメイドさんとご主人様が、そんないけませんよ。なりません。まあ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 、いい感じに邪魔が入ってくれたんじゃないでしょうか。うん、ちょっと残念そうだねご主人は。なに、なんで奥さん。 They are coming、 サイレント作品なんだ。わ、奥さんだきっと。謎の奇病でゾンビ化しちゃうんじゃない。 They are coming。 うわ、ダメだ、奥さん感染してる、苦しそうだ。うん、大丈夫？ダメだね、わかる、ダメ。どうしたの？え、うわうわうわ、な、うわ、いっぱい出る、いっぱい出る、うわめちゃくちゃ出る。いやもうこれ死んでますよね。
ご主人はまんぐりと。どうしたの？あ、もうどういう行動を取ればいいのか分かんなくなっちゃってるわ。正気を失いかけてる。見ちゃったか。でもいいメイドさんだね。いやー、これ、いや、ご主人ダメだ、近寄っちゃ。こいつきっと起きるぞ。奥さんもう死んじゃったんだよ。ほら、もうダメダメ、逃げて逃げて、そっち行くことになるぞ。ほらほら、あーあ、強い強い、そんな跳躍力が、はあ、噛まれた。もうダメだ、ご主人も。え、おおお、あ、そんなほうきでいけちゃう。ほうきで、ほうきメイド、チェーンソーを早く手に入れるんだ。あ、でもフェイタリティだ。うん、やったぜ。もうダメだよ、ご主人はもうダメ。いっぱい来た、いっぱい来た、逃げてくれ。ご主人をこう、なんていうの、生贄に捧げて子供を連れて逃げるしかねえよ。治んのかな、それとも血清とかある感じですか。うん、女の子、わー、なんか不審者が外にいる。わー、エドモンド・ホンダだった。なになになに、あ、強い、武闘派だね、随分このメイドさんは。あ、え、なにこいつ、そんな知能があるとしか。え、どうした。あー、ダメだ、メイドさんがやられちゃった。え、あれ、大丈夫だったのか。怒ってる怒ってる。窓を割って外に出ようと。かなり怒ってますよ。出た、聖剣。うんうん、いけいけいけ。あ、違った、こいつのエドモンド・ホンダのタックルだったわ。おお、おお、すごいすごいすごい。わわわわわ、いった、やった。ゾンビの弱点は頭だから。でも、うん、よし、成し遂げたな。なんだ、来るのか、上がってこいよって。うん、あんまり回しすぎてるとガソリンなくなっちゃうよ。ちょっと、ちょっと節約しよう。3匹、よし。最初こいつら死ぬ時に全部吐き出しちゃうから中身はないんだよな。ルイージじゃねえか。おい、ルイージじゃねえか。うわ、強い。お、お、え、そういう、なんかそういうタイプのゾンビなの。なんかさっきのエドモンドもそうだけど。お、紫、まあね、もう人間じゃないんで相手は。もう無理よ、噛めない噛めない。なんかちょっと、でもなんかちゃんと理性あんじゃないかみたいな行動しますね、相手も。うん、いや、でもこのメイドさん強い、かっこいい。わあ、大丈夫かこれ、 YouTube 的に大丈夫なのか。あ、でも全て終わったんだ。いや、女の子は？やりましたよって。うん、かわいい。いや、ご主人は多分死ぬな、この後な。うん。ってことで、ハッピーエンドだったし、
なんかゾンビもコミカルで、なんか面白い作品でしたね。さあ、続いてのワードいきましょう。3、2、1、ドン！ハッシュポテト、無縁。ハッシュポテト、無縁。マクドナルド、いきましょう。はい。うわ、なにこれ？ニコニコ動画で、ハッシュポテトという動画、再生してみましょう。いきます。3、2、1、キュッ。なに？え、暗いよ、画面が。足音のような。え、久本さん、グッドモーニング朝マック予想は当たっていたんですね。マックに関する動画なんじゃないかって。うん、でもなんなんなんだこのうごめくハッシュポテトは。ハッシュポテトが地球を、世界を支配するみたいな感じなのかな。なんで久本さんと合わせたんだこれ。頭がパーンしちゃうのかな。うわ、もうあー、あげた、あげ、上がったわ、あげあげ、あ、あげパーン。ワード自体はハッシュポテト無縁というワードだったんですが、先ほどの動画はハッシュポテトという題名でした。もう一つ、ポテト括弧無縁という動画が同じようなジャンルであったんで、再生してみたいと思います。いきます。3、2、1、はい。いや、同じなんだよね、入りが、入りが同じなのよ。うん、来るよあれあれ、クラチ君いますか。クラチ君いますか。いや、なんか関係あるのかね、マックとそういうねえ。何とは言いませんよ。でもなんかこう、そのマックで世界を支配しようみたいな、そういう動きなんでしょうかこれは何なのこれは。このなんか同じような構図で、こわこわ、めちゃくちゃ口にポテト突っ込んでんじゃんLL ください。おい、てめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。